はい。どうも皆さん、ま、こんにちは。ゆずっかです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、キャッシュレス消費者還元事業がついにラスト、最後の週もお得にということで、今週もやってきました、日曜日のまとめ動画ですね。今週は、6月の29日から7月の5日までの、今週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては除いてますので、ご了承ください。それでは行ってみましょう。 それではまずはですね、キャンペーンというよりか、ここから先にお伝えしなければいけないと思い、社還元事業ですね、こちらがなんとついに2020年の6月の30日で終了となります。いやーね、本当にかなりまあ去年の10月からずっと使い続けてお世話になったキャンペーンでもあったので、ちょっと感慨深いなところではあるんですけども、今週の6月30日で終わりますので、もしまだ買い物をね、検討されている方は、今のうちに、 お買い物されでもいいんじゃないかなと思います。それではスマホ決済のキャンペーン入っていこうと思うんですけども、ま、まずは PayPay ペペからですね、対象のネットストア利用で PayPay ペペ残高でのお支払いなら、 一等最大1000%戻ってくる PayPay ペペンボのキャンペーン。そして、対象ストアで10%還元のキャンペーン。こちらがラストの週となりまして、6月の30日で終了となります。まあ、出前館であったりとか、Uber Eats であったりとか、そういったところで PayPay ペイペイで決済したら10、10%還元されるということなんですけども、まあ、結局ね、僕はこのキャンペーンでは、全然 PayPay ペペンボは当たりませんでした。で、最後の方はですね、Uber Eats でまだ PayPay ペイペイで決済してたんですけども、利用される人が増えたのか、あまりスムーズに ペイペイで、決済はなななかかかででできなかったですねで次はこちらですね。PayPay ペイペイで投資体験を始めようということで、先着100万名様に、初めての方限定、規約を同意することによって、100円相当プレゼントというようなキャンペーンですね。現在、この PayPay ペイペイのボーナスが余ったりしたら、この PayPay ペイペイの投資っていうのができるんですよ。で、それの規約同意することによって、100円がもらえるというようなキャンペーンとなっております。こちらは7月の31日までですね。 で、続きまして、このペイペイでは、来月7月からですね、それがこちらですね、7月はセブンイレブンでペイペイジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンということですね。ま、ちょっと今回はですね、詳細はお伝えしないんですけども、簡単にお伝えすると、今ここにも出てるより、ンイレブンでペイペイでお支払いをすると、抽選で1等の場合は1000%戻ってくると、お会計の1000%戻ってきて、2等は100%、で、3等は5%ということで、合計で1000本 当たるるとということになるのでまぁ、あ、ちょっとこちらに関してはまた改めて動画を作ろうかなと思っております。次は D 払いですね。D 払いで大きく4つございます。1つ目は D 払い生活応援キャンペーンということで、キャッシュレー消費者還元事業の5%のお店であれば、D 払いがさらにですね5、5%上乗せして、まあ、対象のお店で10%が還元されるというようなキャンペーンとなっております。 まあこちらはですね今お伝えしたキャッシュレス消費者還元事業がもう6月30日で終わると同時にこのキャンペーンも6月30日までとなっておりますのでまだお買い物をです、ね、されてない方はここでお買い物してみるのもいいんじゃないかなと思います次は D ポイントスーパーチャンスということで D ポイントと隅っこ暮らしのキャンペーンですね、まあ、このキャンペーンなんですけどもお会計が税抜き600円 以上の場合なんですけども、その時に D ポイントカードを提示するか、もしくは D 払いで決済すると、そうするとですね、抽選で最大で D ポイントが最大1万ポイントですとか、住み子暮らし限定のグッズが当たったりします。で、このキャンペーンですね、トータルで第3期まであって、7月まで開催されてるんですけども、一応第2期が6月30日までとなっております。 ちなみにもう第3期のエントリーは可能となってますのでまだされてない方はですねキャンペーンページで今のうちエントリーしてみてください次はこちらスマイルアットホームおうちでスマイル得点がいっぱいということなんですけどもこちらのキャンペーンは対象のネットストアで10%還元されたりであったりとかあとは吉野家とか松野家でテイクアウトをした場合10%が戻ってくるキャンペーンとなっておりますこちらも78月も開催されておりましてとりあえずまずは6月分は6月30日で終了となっております 続きまして、まあ、D 払いというよりか D ポイントのキャンペーンなんですけども、メルカリと D ポイントを連携することで20%還元キャンペーンということですね。 で、支払い方法はですね、ま、いろいろ D 払いであったりとか、他の支払い方法でも全然 OK です。まあ、上限は1000ポイントまでで、一部対象外の商品もありますので、ここはお気をつけください。期間は7月の31日までとなっております。ちなみに、もしですね、D カードお持ちであれば、それと組み合わせることで、さらに D ポイントが多く還元されますので、D カードでお買い物される方は、こういった方法でもいいんじゃないかなと思います。次は楽天ペイですね。楽天ペイで大きく3つございます。まず1つ目は、初めて楽天ペイでお支払い すする方限定全店舗対象5%還元キャンンペーとということですねまだ楽天ペイ利用されてない方向けのキャンペーンなんですけども、まあ、ちょっとね期間的に6月30日までなんですけどもまだ楽天ペイ触ったことがない方はですねぜひこのキャンペーン使ってみてはいいんじゃないかなと思います次はこちら楽天ペイで楽天ポイントカードを提示してお買い物をされた方全員対象なんですけども30万ポイント山脇キャンペーンということですねもうその今お お伝えした通りですね。とりあえず、楽天ペイのアプリ内に楽天のポイントカードが入っているので、それを提示してお買い物をした場合ですね。そういったら、この30万ポイントが山分けされるということですね。期間は7月の31日までとなっております。次はこちらですね。楽天ペイのコード QR 払いで、いつでも最大1.5%還元キャンペーンということですね。まあ、こちら以前僕の方でも動画アップさせていただいたので、ぜひそちらで詳細を確認してみてください。まあ、とりあえずですね、楽天キャッシュポイント払い クレカでもポイントが還元されるということになっております期間は7月の1日からスタートしておりまして7月31日までの7月いっぱいのキャンペーンとなっておりますで、それに関連してですね今なら期間中に楽天キャッシュにチャージして楽天ペイアプリでお支払いをすると100万ポイント山脇キャンペーンこちらもスタートしますで、このキャンペーンは楽天キャッシュにそのチャージをしてその後に楽天ペイで決済したら ま、このキャンペーンに参加できるということになります。こちらもですね、7月の1日から7月31日までとなっております。次は AAP ですね。AAP で大きく2つございます。まず1つ目は、ローソンにて生活応援企画ということなんですけども、200円ごとに4%分がポンタポイントが還元されて、で、サンタロの日、3月の日ですね、3、13、 23。これがサンタロの日。その場合は7%が還元されるキャンペーンとなっております。で、こちらもですね、以前動画でもお伝えしたんですけども、7月も開催がされるということですね。終了リターンはまだ決まっておりません。で、今お伝えしたように、3日目、まあ3日目というか、3日がすごいサンタロの日で狙い目ですので、日を合わせて使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。次はこちら、デマイカンピザハット10%還元キャンペーンですね。期間は9月の13日まで開催中でございます。 他にもですね、au スマートパスプレミア会員の方限定のキャンペーンというのもございますので、そちらぜひですね、公式ページでチェックしてみてください。次は l i n e p イですね。l i n e p イで大きく2つございます。 まず一つ目は、チャージペイスタートキャンペーンということなんですけども、期間中初めて、まあ、ビザラインペイクレジットカードをお持ちの方であればご存知と思うんですけども、チャージペイを使ってですね、決済した場合、先着で10万名様に200ラインポイントがもらえるというようなキャンペーンとなっております。期間は7月の31日までとなっております。次はこちら、ペイトクオンラインマラソンということで、まあ、対象ストアでですね、まあ、買い回りというような、まあ、条件をクリアすることで、まあ、最大5カメ 名店ですねこれをクリアすることでまあ、最低でも1000円オフのクーポンをもらうことができるというキャンペーンですねまあ、例えばデマイカンとかラクマとかゾゾタウンとかまあそういったところでお買い物をするというようなこととなっております期間は今月いっぱい6月30日で終了するというものになっております次はメルペイですねメルペイではこちらのキャンペーンが開催中でございます こちらですね、ABC マートにメルペイ導入記念コード決済で10%のポイント還元キャンペーンというのが現在開催中でございます。これですね、メルカリの公式のブログで発表がされておりました。で、このキャンペーンなんですけども、上限が1000ポイントまでで、まあ、とりあえずですね、メルペイのコード決済で支払わなければいけないというような条件となっております。 期間は7月の3日までとなっておりますでですね、一つ気をつけてほしいのは、ID 決済、担当ンンでおなじみの ID 決済での支払いは対象外となりますので、ABC マートで決済する際はですね、メルペイのコード決済で支払うということだけ意識してください。 次はローソンですね、まあ、ローソンでは、まあ、キャンペーンというよりかは以前動画でお伝えさせていただいた絶対知っておきたい7月からのローソンというような動画をアップさせていただきました、まあ、その際にですね7月から結構いろいろと変わってくるんですけどもお財布ポンタであったりとかあとは D ポイントポンタポイントの還元率そしてセルフレジですね、まあ、こういったところの解説をしてますので、まあ、ぜひ7月からローソンを利用される方はぜひこの動画ですねチェックしてみてください 次はカード関連のキャンペーンですね。大きく2つございます。まず1つ目は MFG 系のキャンペーンですね。キャッシュレス20%還元フェスということで、これは新規入会の方限定のキャンペーンとなっております。まあ、使った金額の20%分がキャッシュバックされるということですね。まあ、例えばこのビアソカード、年会費無料のビアソカード、こういったところがキャンペーンの対象のカードとなっております。上限は1万円までで、期間は今月いっぱい6月30日までとなっております。 続きましてセディナカードのキャンペーンですねワクワクポイント20%還元キャンペーンということでこれも新規入会の方限定のキャンペーンとなっておりますもちろんセディナカードもこちら年会費無料で上限が1万ポイントまでとなっております、まあ、このポイントはいろんな使い方で変換したりすることも可能となっております期間は8月の31日までとなっております で、最後に日程だけまとめですね。ここ今赤くなっているところに関しては、今月いっぱい、6月で終了するというようなものとなっております。上から見ていただいたらわかるように、キャッシュレス消費者還元事業、で、ペイペイの対象ストアですね、UberEats とかのキャンペーン、あとは D 払いの生活応援キャンペーン、で、楽天ペイの初めて5%キャンペーン、そして LINE ペイのペイトクマラソンですね。これはオンラインのペイトクマラソン、そして、三菱 u f j ニコスのキャンペーンですね。これらが6月30日で終了するということになっております。で、次は、 青くなっているところですね。こちらは7月からスタートするキャンペーンとなっております。ペイペイジャンボのセブンイレンのキャンペーンですね。こちらのキャンペーン。あとは楽天ペイのキャンペーン。こちらも7月の1日からスタートするということになっております。まあそんなこんなで今回は6月29日から7月5日までの今週1週間開催されるキャンペーンについてまとめさせていただきました。まあね、今週は何と言ってももうずっとお伝えしているこのキャッシュレス消費者還元事業が ついに終了するということで、いや、本当にちょっと寂しくなりますね、こうなってくると。まあ、今度はね、そのマイナーポイントとから始まるということもあるんですけども、まあ、結構長い期間、まあ、僕の動画でも結構お伝えしてきたってのもあるんですけども、なんちゃかんちゃあの 2%5% の赤いポスターとか、その割引がなくなるっていうのは、意外と後々、ああ、あった方が良かったなっていうふうに思うことが出てくるんじゃないかなというふうにも思いました。 一応ですね、今回お伝えしたキャンペーンのリンクに関しては、下の概要欄にリンク貼っておりますので、まだちょっとキャンペーンの詳細気になる方はですね、チェックしてみてください。ということで、また月曜日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、本日ですね、あの、ツイッターでもちょっとつぶやいたんですけども、あの、LINEPE のクーポン、皆さん使われましたかねまあ、LINEPE 使われてない方はちょっとどういうことっていう風になるかもしれないんですけども、まあ、LINEPE はそのランクによってもらえるクーポン数っていうのは結構変わってきて、僕もちょくちょくね、やっとプラチナランクに上がって10枚クーポンもらえるっていう風にずっと歌ってたところではあったんですけども、ま、あこのギリギリになって、やっと1日かけてあの、クーポンを使い切ったっていう感じだったんですよね。まあ、あんまりこう最近 暑いので外に出ることは減ってたんですけども結構いい運動にはなったかなというふうに思いましたまだ使われてない方はですね6月分に関しては今月いっぱいまでまだ使えますので使われてない方はなるべく早く、まあ、僕が言うのもとても変なんですけれどもなるべく早くですね使った方がいいのかなというふうに思いますということでありがとうございました